こんにちは。森音の随筆、空想半熟卵を3回に分けてお送りします。森音は森鴎外の第一子で医学博士でした。これを書いた当時は東邦医大医学部長でした。では、1回目を始めます。夜、仕事に疲れて空腹のまま寝たりすると、時々妙な夢を見る。夢というか幻想というか、ともかく尋常でない夢である。食を求める食いしん坊の胃袋と、職業意識が重なって幻覚となって現れるものらしい。その内容を公開すると、読者はげんなりされるかもしれないが、事実だから致し方ない。一口に言うなれば、僕は冷や飯に細菌のふりかけをかけて、それを懸命に口に書き込んでいるのだ。しかも細菌の内容たるや、コレラ菌、チフス菌といった代物だ。それをしらす干しのように飯にかけて食べるのだ。人を殺すような細菌も生きていればこそ有害なのだ。彼らでも死んでしまえば、網や白子と変わりあるまい。僕らがうまいと思って食べるウニの卵巣や、タラの成虫、つまり白子と同じことである。死んで無害になった結核菌を何千億と集めて、それに味付けして食べたら、一生結核にかからない抵抗を作るとともに、案外世界で一番贅沢な料理の一つになるかもしれない。というのは後からつけた理屈で、真相は昼間の研究室における仕事と夜中の空腹とが協力して作り上げるいたずららしい。ところで、僕の教室のゴミ箱を見たら、ここは大学の医学部ではなくて、料理学校に来たのではないかと錯覚する人もあろう。それほど僕の教室では大量の卵が消費されるのだ。と言っても人間の胃袋に消費されるのではない。オムレツやスクランブルドエッグなどを作るために卵が割られるのではない。難しい言葉で言えば、卵殻外発生の実験のために卵が必要なのである。平たく言えば、卵を殻の中でなく、素焼きの壺の中で鶏にする実験である。と言っても、実験の本当の目的は、壺の中で鶏を作るという手品を行うためにあるのではなく、ただ卵殻の外で卵を発生させると、生物学的観察及び種々の実験にいろいろ都合がいいからである。デリケートな卵は気体が汚れていると細菌にすぐ感染してしまう。だから完全に滅菌された容器の中で、さらに殺菌灯で無菌状態にした空気の中で育てられなければならない。フランキの中で少しずつ発生してゆくヒナを見て、うまそうだなと思う時がある。生物学の実験者が観察の対象に対して、こんな食いしん坊心を起こすのは、クメの仙人の迷いと同じ大罪である。色欲の方はとうにダメになってしまったが、映画7つの大罪で女の寝床を抜け出して、うまそうなキャマンベール式の柔らかいチーズに誘惑されるあの尊敬すべきグルマン、田舎ドクター氏に大いに同情の念を禁じ得ないのだ。しかも素焼きの中の卵は各発生段階によってその旨味が違うようだ。中には気味が悪いという人もあろうが、完全滅菌済みであるのでその点は保証済みである。また、現に南方では、発生中途の卵を食べるそうだ。
今日はここまでといたします。ありがとうございました。